修士課程に入りたいっていうのはこう昔から希望がありまして、ただその当時私はまだ学士も持っていないなら、きちんと学部から入ってまず学士を取ってから大学院に行こうという目的で、で本学部に入りました。とにかく2年間短期で最短で卒業して大学に入ろうっていうのはもう、この学部を入る時から決めてました。例えばここにあるデザインのまだ雑誌ってあるんですけれども、この教養シリーズ、これの早川先生の授業で、普段の生活の中にまず新しい気づきを作ってください、毎日の気づきっていうのがこの学部では大切だと、その授業が一番私は感銘を受けて、自分の自宅から職場までその距離がもう 日に日に日替わりごとにいろいろ発見できてくる。5年間その道は通い続けてたんですけれども、そんな行動を一度もしたことがなかったところが、この学部に入った途端携帯を片手に写真を撮るようになった。美しいとは何かとか、そういうところのこの感覚的な、なんて言うんでしょう、こう今までになかった感覚が芽生えてるというか、要は心に余裕ができるだというか、私はやはりその背景に歯を作るっていうのがありますんで、学ぶことによって患者のこのコミュニケーションがうまく取れるようになったっていうのは確かです。一人の人間としてこう接していくっていうか、要は患者さんの気持ちになれるとか、同じ目線になれるとか、今までは歯のことしか喋れなかったのが、いろいろなことをこう対等に話すことができた。要は引き出しの中にいろいろなこう具材がいっぱいあるみたいな。はい。患者さんでも、その、僕が気づけるところとか、はい。例えばやっぱりこう緊張したりナーバスになっている患者さんがいれば、違うところからアプローチしていくっていう方法、一つだけではなく、いくつものこのオプションがあるというか、僕の引き出しにはいろいろなこの方法が揃ったっていうのは、確実にそれを感じること、今までとは違うっていうのは分かります。はい。やっぱそれも、一番最初の授業の共通しているところだと思います。気づきというか。僕にとって学ぶっていうのは、なんか自分になんかこう、幸せ感をこう、与えてくれるというか、教養が増えることによって、同じものが違う色に見えるというか、今までの生活の中で違う景色が見えてくるっていうのが、やっぱりそれが私は学ぶことなんじゃないかなと思いました。例えば空間デザインを学んでいなかったらば、わからないこともいっぱいありますし、例えば照明でもそうですし、色でもそうですし、はい。歯科技工士マイスターを取る時も、私自分の名刺に、自分の名前の前に、ドイツ歯科技工士マイスターっていうのを書いたんですね。で、それを見ながら、かっこいいなと。今は、その、修士、芸術って書いてみたんですね。MFA。かっこいいなって。ですから、どんどん自分の名刺に、まだなっていないのに、自分に書いていくっていうその楽しみがあって、そのビジョンがあれば、多分達成できるんだろうなっていうのはあります。で、そうする、僕はそうすることによって、今僕が本業である歯科の協会の中で何か新しい風とか、そうですね、何かこう今まで気づいていなかったものを僕がこう、パンッとこっち見た方がいいよ、あっち見た方がいいよ、こういうこともあるよっていうのをやっていきたいと思ってます。